はいどうも、なおちんです。さあ今日も妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。よろしくお願いします。はい、では行きましょう。今日はね、これをぜひとも撮りたいと思うのよ。これだけ撮ってない。師匠の教え、ランクの妙、5区の隠しステージ3を A ランク以下でクリアしろというところですね。で、これをクリアすると神必殺の秘伝書、これが手に入るのよ。めちゃくちゃ欲しい、むちゃくちゃ欲しいんで、キャラクター育てました。どう？人平、そして歌舞伎猿、桃太郎にゃんで、とどろき獅子にねぶた、まあ2体で、バフをかけて、で3体で、攻撃をしていくという形でどうだろうか。とりあえず行ってみよう。前行った時ね、まだ全然育ってなくてボッコボコにやられたもんね。よし、では行きます。まあとりあえずあれだね、フィーバーに入らないといけないんで、うまいことやっていきましょう。まあまだまだ全然下手っぴなんだけども、やっていくね。No! これ多分結構急いでやっていかないとダメージをもらいすぎてやられるんだよね。しゃあ、これまだまだね、こう、つなぎ方が下手くそ、ごめんね、下手で。まあそれでもやってちょっと上手くなっていくんでお願いします。やばい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 やば、なあ、ああ、よっしゃ。この歌舞伎猿とさ、ねぶたと、あと桃太郎にゃんか、色がさかぶりすぎてて分かりづらい。この、ああもう色の選び方ってあるよね多分。おっしゃ、ちょっと待って、ねぶたねぶたねぶた、オッケー。あ、いやでも全然ダメだ、全然ダメだ、ダメ、2人とも全然溜まってない、あ、全然ダメやん。きたー、あー待て、トドロキジシ、トドロキジシ、トドロキジシが、オッケー、ここでいく。あ、ちょっと待って、人平は真ん中になんか作っとかなきゃいけないっけ？いけ！どうや？おし、オッケーオッケー。で、桃太郎にゃんもいけ！まだ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 、まだ。よし。オッケー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 。いった、いってない？嘘！半分！半分！ちょっとね、あれから何回かやったけど、無理だわ。半分以上減らせない。多分原因はあれだね、多分必殺技の威力が弱すぎる。これ全員ね、基本1か2なのよ。じゃなくてせめて5ぐらいまで上げないとダメージが入らないのかな。この歌舞伎猿なんて威力15だからね、15。人平も、まあ、結構高めだけど42、これ多分7まですると80ぐらいまではいくんじゃないかな。ちょっと必殺技の威力を上げないとどうしても無理じゃないか、これ。これ新規勢にはまずもって無理だな。あと時計をね、一つも持ってないのよ。この時計の攻撃力アップ、 HP アップっていうのが結構でかいっぽい。エイリアンウォッチなんかになると攻撃力と HP が 25% アップだから、こういうのをつけていかないとまずもって無理じゃないですか。いや欲しかったんだけどね、この神必殺の秘伝書、めちゃくちゃ欲しかったんだけど、まあ今日の今回のイベントは諦めよう。また次、その次ぐらいからね、頑張っていきましょう。
ちょっと無理ゲーだわ。ちょっと無理ゲーです。はい。ではまたね、キャラクターなど育ててどんどんやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。